NHK プロジェクト X 挑戦者たち、鉄道軍団突貫作戦奇跡の74日間。この番組は2011年10月21日に NHK で報道されたものです。震災に遭われた方々に、衷心よりお見舞い申し上げるとともに、命を奪われた方々や、その肉親の方々に、深い哀悼の意を申し上げます。この報道には、まだ記憶に生々しいものがある方が多いと思いますが、1995年1月17日午前5時46分に発生した阪神淡路大震災の時に起こった東海道線の神戸の六甲道駅の鉄道が分断され、3ヶ月以上かかると目されていた工事を74日間という奇跡的な短い時間で元通りにする復旧工事に関わった方々の物語です。この地震は、名称が阪神淡路大震災ですが、地震があった場所は、東北南部の福島から九州南部に至るまでの広域に及ぶ地震でした。神戸と洲本は最大震度6で、数枚の写真を見ますと、震度6以上の強度があったのではないかと思われるほどの大きな地震でした。さて、ここからは分断された鉄道を短い74日間の突貫工事で見事復旧されましたが、どのようにして復旧されたのかを中心に報道を追っていきたいと思います。六甲道駅の破壊状況、そしてそれを修復するのに具体的工事はどのようになされたのかを数枚の写真で追いながら説明をしていきます。早朝5時46分にゴーという地鳴りが聞こえてきたそうです。そして震度6の地震で高さ10メートルの六甲道駅の高架橋が崩れるとともに高速道路が倒れました。コンクリートの高架橋や高速道路が倒れるほどの震度でしたから民家などは立ちどころに破壊され瓦礫と化してしまいました。私の小学校から高校の同期生の新田さんは自衛隊に勤務していて、当時の勤務先はわかりませんでしたが、遠いところから集団でトラックに乗り、主に瓦礫の下になった方々を救うために目的地に行ったのですが、車道には逃げ回る人たちの車が詰めかけ、自衛隊の車も動けなくなって人々を助けるのが相当遅くなったということを彼の奥さんから聞きました。彼は最近亡くなりましたので、本人からは詳細を聞くことはできませんでした。このことに関する課題は明確になったのですが、今年の1月1日に起こった能登半島地震においても、瓦礫の下に長い間残されていた方がおり、ハンドマイクを使って声を出して知らせてくださいと自衛隊の方たちが呼びかけていました。今回の場合はドローンを中心と、して生きている生命体に遠赤外線が当たるとその体の温かさで瓦礫の下になっている人が生存していることがわかりますのでハンドマイクではなくもっと科学的に援助をすることができたはずなのです。しかしテレビや YouTube の報道を見ても一回もドローンを使っている報道は見ることができませんでした。聞いたところによると定かではないのですがドローンを使うことは禁止されていたような報道を聞きました。その理由を知りたいものですが明確な理由と実際ドローンがどの程度使われたのかという報道も一切見ることはできませんでした。これは秘密だったのでしょうか。しかしこれらの問題を追求していると肝心のプロジェクト X の紹介から離れてしまいますのでこれだけで終わりたいと思います。まず最初にテーマを書いた写真ですが東灘区深江地区の橋脚が635メートルにわたって倒壊しています。震度6でこのような頑丈な橋が倒れるのでしょうか。もっと強い爆発力で倒れたような感じがします。次に今日のテーマに登場する東海道線の神戸の六甲道駅の高架橋が崩れて斜めになっている写真がありますが神戸大阪間の鉄道を利用していた方は電車が動かないので片道2時間半も歩いて職場まで通ったそうです。レールの上を歩いたり電柱が倒れた道を衣服などを抱えて通ったそうなのです。便利な世の中でなんとなくその便利さを忘れて生活していますが電車が動けなくなるだけで片道2時間半も歩かなくてはならなくなるのですね。日常の生活が何の抵抗もなく遅れることがなんと幸せなことなのでしょうか。何もなくてもありがたいことであったと自分の傲慢さを反省してしまうことが私には多々あります。ところで JR 西日本の岸本さんは今までこのような経験がないので完全に復興するまで2年はかかるだろうとインタビューに答えていました。ところが74日で完全に修復してしまったのです。もう一人の JR 東日本の石橋さんは3ヶ月で復旧できると言っていました。2年は24ヶ月ですから岸本さんの目論みの約4分の1で終了できるということなのです。それはどうしてかというと石橋さんは東北新幹線建設中に起きた1978年の宮城県沖地震の高架橋の復旧を指揮した経験があるからそう言えたのでした。体験ほど強いものはありません。しかもただの体験ではなく復旧の指揮をした体験があるから自信もあり革新的に言えたのでしょう。この石橋さんは鉄道構造物を復旧させるスペシャリストだったのです。
彼はコンクリートを壊す実験を何度も試みており、今回の地震で壊れたものは全部ではありませんが、まだ使えると判断したのです。具体的に使える部分は、線路を乗せている梁や床が無事だったことが分かったからでした。そして彼は10メートルの高さのある高架橋をジャッキで持ち上げて、今ある構造物を再利用しようと考えたのでした。この作業は大阪の建設会社の奥村組に任せられ、指揮者は岡本さんに任せられました。奥村組に任せた理由は、1956年に焼失した通天閣の再建に取り組んでいた集団であり、1976年には六甲道駅を作った集団だったからです。ところで、大きく傾いていた重さ1200トンの高架橋を16台のジャッキで持ち上げることができるのでしょうか？まず解決しなければならないことは、高架橋が崩れれば働いていた人はコンクリートの下敷きになってしまうことです。ジャッキは1台で300キロのものを持ち上げる力があり、単純計算では可能な範囲だと素人の私は考えました。しかし、斜めになった高架橋が滑り落ちてくる可能性も十分あることから、念入りな作業が期待されたのです。まず最初の取り組みは、高架橋の下敷きになった商店の残骸を取り出すことから始めました。しかし現在斜めになっている高架橋を支えている柱が崩れてくるかもしれないのです。そこで岡本氏は、写真のように四角に切った太くて長い2本の木を交互に積み重ねていって、安全な空間を確保しようとしたのです。一本ずつ壊れている高架橋の下に人間が手で運び、それを積み重ねていくのです。高架橋の下は作業中に崩れてくる可能性もあるにもかかわらずに、しかし私はこの映像を見ているだけで高架橋が再び崩れ落ちてくるのではないのかという不安が消えませんでした。まして実際に現場で地震を体験し、専門家の立場から高架橋の状況を見て知っている作業員の方々の不安は想像以上だったと感じました。最初に高架橋の下に入ったのは外国の犬だけでしたが、岩沢氏は自分が最初に入ると言い出しました。そして余震が続いていた中、他の作業員たちも腰をかがめながら高架橋の下に木を入れる作業をしました。二人で太い木を運んでいる写真を見て、相当長く重い木であることが伝わってきます。そうでないと、コンクリートを支えることはできませんから、一週間かけて使えない線路の撤去も加え、木を入れることに成功しました。そして交互に木を組み合わせていき、それをジャッキで押し上げていく方法は、素人考えですが、かなり強いものがあるのではないかと想像しました。奥村組の男たち59人は泊まり込みで作業をするようになりました。そして2交代で24時間体制の中で働き尽くめました。指揮者の岡村氏曰く、不満を言う者は誰もいなかったそうなのです。使命感がそうさせたのだと思います。誰かがやらなければいつまで経っても復旧できない。このままではいけないという思いがそうさせたのだと奥村氏も回想して話していました。作業員の一人である柳原氏の母は現場から500メートルのところに住んでいたそうなのですが、私は大丈夫、町の人たちのために働きなさいと助言されて、柳原氏は頑張らなければならないという強い気持ちを持つようになったそうなのです。このような会話を聞いていますと、心の美しさと勇気と信念が伝わってきて、日本人の素晴らしさに涙が出てきますね。2月6日、ついに高架橋の下の商店を撤去し終わります。そしてジャッキが十分に働くよう、コンクリートの柱を横から支えていたコンクリートを取り除きました。コンクリートを横から貼り付けることによって、上から下に潰れる危険性を排除するためなのです。その作業の瞬間、岡本氏は下にいる仲間の大きな叫び、声を聞きました。高架橋が沈んでいる、という叫び声でした。恐ろしいことが起きたのです。コンクリートの壁を取り除いたためにバランスが崩れて傾き出し、ミシミシと下に入れた木が音を立てて潰れ始めたのです。岡本氏は即座に全員を下から退去させ、事なきを得ましたが、高架橋の下で働いていた作業員は潰されてしまうのではないかと、脅威を感じたに違いありません。しかし、運よく高架橋はその後、90センチメートル沈下した時点で止まりました。重ねた木が下に崩れるのを防いでくれたのでしょう。危機一髪でした。そのため、壁の撤去は中断せざるを得ませんでした。この間、飲み屋さんを経営していた金沢氏は、店を開けたい気持ちでいっぱいだったこと、書店を経営していた北風氏は、人々が疎開してしまい町は死んでしまったと思ったそうなのです。誠に二人の気持ちだけ考えても、自然災害は恐ろしく、人間を悲しくさせるものであることがわかります。2月13日、再び壁を壊し始めます。そして高架橋が滑り落ちないように16台のジャッキの設置場所を決めました。2月18日9時37分 PM、最大の余震が始まる。岡本は全員退避せよと指示を出します。2月19日、余震で高架橋はどうなったのでしょうか？昨日の最大の余震に高架橋は耐えたのです。
もし余震で崩れたら、今まで行った作業はほとんどが無駄となり、最悪の場合は全部壊してゼロからのスタートになる可能性もあったのです。神様が味方をしたのではと思えるほど、これから先の作業に明るさが出てきたと思われたことでしょう。そこで高架橋の下にジャッキを設置しました。高架橋が滑り落ちれば第二次災害が起きることから、全員張り詰めた気持ちになります。さあこれからが正念場です。ジャッキの力で斜めになった高架橋を押し上げ、地面に対して平行になるよう元の形に戻すことが最終目標だからです。どうなったのでしょう。動いてくれという神頼みをしたくなる気持ちであったことでしょう。電気圧力を使い1300トンで持ち上げたのですが、全然動かなかったのです。しかも計測器に高架橋に歪みが出たと警告が出たのです。そして梁や床が壊れれば一巻の終わりとなるのです。泊まり込んで1ヶ月となります。冷たいご飯や冷たいおかずだけで毎日過ごし、成果が出てこない毎日で疲労が困憊してきた中、金沢市が 10km 離れたところまで出かけて食べ物を購入し、焼き鳥、うなぎ、酒を届けてくれたのです。金沢市は自分も彼らの力になりたいと瓦礫を燃やして焼き鳥を焼いて持ってきてくれたのです。組の者たちの嬉しさは幾ばくのものであっただろうと思うと涙が出てきますね。2月21日、駅前のビルに、工事の皆様、お怪我のないように、という白い垂れ幕が掲げられました。書店の北風氏と店員の藤井氏が、被災したテーブルクロスを使い、お体を大切にという思いを伝えたかった。と10回していました。金沢氏といい、この二人といい、きめの細かい配慮には本当に頭が下がる思いでした。急すれば通ずということわざがありますが、困っている時ほど助け合い、精神が心からにじみ出て人を喜ばすのですね。平凡な生活では人の心の悩みなど意外に気がつかないものです。さて、ご馳走や垂れ幕の励ましが効いたのでしょうか。ここに至り、ジャッキを上に上げる圧力をもっと強くしても、高架橋が安全であることが確認できました。作業員は高架橋の下にいて、ジャッキを上げる作業をしていきます。1台あたりの圧力を92トンまで上げたその時、高架橋がゆっくりと上がり始めたのです。写真が鮮明ではないのですが、上書きで中央のステンレス色の部分が緑の土台から上に上がったことを示しています。このように上に木が上がれば、高架橋が地面に平行に近づいていくのです。2月24日、高架橋が地面に対して平行になるまで修正できた写真ですが、斜めになっていた同じ場所の写真と区別がつくでしょうか？最初何も動かなかったこと、動かせないのではないかと不安な気持ちになったことなどを振り返ると、もうここまで来たら、高架橋を元のように平行にすることができるという確信が持てたので、最高の喜びを得たことでしょう。そして次は、その高架橋を支えるための新しい柱を作り始めました。下から支える柱は重要ですから、新しい太い柱が出来上がったことが確認できるでしょう。3月30日、さあいよいよ、重い電車を通過させても修理補強した高架橋、線路とその土台は耐えられるかどうかのテストの日が来ました。4台の電車を一斉に通過させ、高架橋の下に沈む、たわみが16ミリ以内なら合格なのです。テストの結果、たわみは基準の10分の1以下すなわち 1.6 ミリ以内だったので、文句なく合格でした。指揮をされた岡本氏は、電車が通るたびごとに大丈夫だったので嬉しかったと、我が子を見守るような気持ちを持っていたことを10回していました。高架橋を地面に平行にセットできたこと、そしてその高架橋が重い電車を走らせても安全であるということが確認できた時の作業員の方たちの喜びは想像を絶するものがあったことでしょう。修理中は2時間半もかけて歩いて通勤していた人たちが24分で大阪に通えるようになり、涙を流して喜んでいました。この嬉しさ、幸福感、伝わってきました。平凡がどんなに大切かということを学んだことでしょうね。金沢市の焼き鳥屋には岡村組の岡本氏らが訪問し、焼き鳥をうまそうに幸せそうに食べていました。これが本当の幸せというものなのでしょうね。焼き鳥屋の主人の金沢氏の仕事着の背中に完全復興という文字がありました。彼は壊れた自宅を建て直し、再びローンを抱えたそうなのです。でも彼はささやかだけど恩返しをしなければならないと言い、復興できたことをやったぜ、飛び上がるぐらい嬉しかったと喜んでいました。彼は本当に幸せ者だと見ていて感じました。生き方が豪快ですよね。しかし日本の技術にはすごいものがあり、同時に物事に妥協せずに遂行する精神のたくましさがあるということを私たちは再度確認できましたね。外には工事の皆さんありがとう、最短六甲道と書かれた垂れ幕が掲げてありました。あの二人がまた書き換えて掲げたのですね。1996年4月1日、米や野菜が東北、北海道から列車で運ばれました。神戸発の貨物に最初積まれていたのは地元の灘の酒でした。岡本氏らはその後も神戸で
地下鉄復旧の工事を続けました。そして現在でも災害時の貯水槽となる水道建設を手掛けています。岡本氏にとって一番嬉しいことは、復興から10年経っても駅はびくともしていないことだそうです。私はこの放送を見て道元の勝負うがうそうを思い出しました。それは己未だ渡らざる先に一切衆生を渡さんと発願し営むなりという道元の教えです。己のことばかりではなく、周りの人や物事に対してどのように思いやりの心を注ぐことができるかということが大切であるという教えです。地震で全員が電車を利用できなくなった、みんな困っている、斜めになった六甲道駅をなんとか従来通りになさなければならないと思い、命の危険を冒してまでも駅を修理した奥村組の方たちは道元の教えをそのまま実践されていると感じたのです。神戸の皆様、よくぞ患難に耐え、幸せを人々に与えました。そして奥村組の作業員の皆様の死に物狂いの努力に合唱し、神戸を垂れてお礼申し上げます。日本人の連携プレーと忍耐、努力には再敬礼いたします。誠に誠にありがとうございました。そして NHK の貴重な報道をありがとうございました。